京都サンガ FC ワルネル・ハーン獲得かこの動画では京都サンガ FC に移籍の噂があるワルネル・ハーン選手のニュースについて振り返ります是非最後までご視聴よろしくお願いします J リーグについて動画を上げていますのでチャンネル登録の方よろしくお願いいたします12月19日京都サンガ FC がスリナム代表のワルネル・ハーン選手の獲得に乗り出していることが分かったと報じています すでに正式オファーを提示し、交渉を進めていると言われています。ワルネル・ハーン選手は、1992年6月15日生まれの現在30歳、身長190センチ、体重88キロの選手です。オランダ出身のワルネル・ハーン選手は、アヤックスのアカデミー育ちで、アヤックスではトップチームで出場することなく、2012から13シーズンより FC ドルトレヒトに加入。加入初年度のシーズンに、 セイゴーーールキーパーとして2014から15シーズンよりフェイエノールトへ移籍しかし出場機会が得られずズゴレー期限付き移籍セイゴールキーパーの座をつかみ2014から15シーズンのクラブ最優秀選手としてサポーターにより選出されました2015から16シーズンよりフェイエノールトに復帰2017から18シーズンよりヘーレン・フェーンに移籍しました2018から19シーズンには リーグ戦前試合でゴールマウスを守りましたが翌シーズン後半には膝を負傷し戦線を離脱してしまいました2021年1月に RSC アンデルレヒトと締結今シーズンはスウェーデン一部ヨーテボリに加入し26試合に出場しましたまた昨年には自身のルーツであるスリナム代表入りをしました各アンダー世代のオランダ代表に選出されてきたスリナム代表のワルネル・ハーン選手が 京都さんが fc に移籍をするのか、同行に注目しています。以上、リッパーのサッカーチャンネルでした。